はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。神田祭です。今日は、2月の17日かな、17かね、うん、17日です。明日出荷日なんですけど、 18日土曜日です。明日出荷日なんですけど、あいにくの雨でちょっとねバタバタして出荷にね、できない場合がありますので、こんな日はですね、前日に収穫するようにしてます。で今日もですね、午後、昼から雨降りました。今もね結構降ってるんですけども、収穫終了しました。こちら2号地ですね、2号地はねだんだん種類を減らしてきて、来年、あ、こちら今年か、今年の夏ぐらいから品種を絞ってね、探索もしくは 2品目3品目ぐらいで、計画しております。こちらですね、今日は今ここで8種類ぐらいの野菜を取りました。ちょっと見てもらいましょうかね。でちょっとね、車変わりました。じゃじゃーん、こちらお母さんの車になります。新しい車ですね、今まで自家用で、狭い中でねやってもらってたんですが、広いバンで、作業しやすいね車になったんですけど、色がねちょっとダサいので深さがあまり納得言ってないんですけど、ここは我慢してもらおうと思います。はい、じゃあちょっとね雨の中、もうまだ3号地の収穫が控えてるんですけども、まずね、取れた収野菜を紹介していきたいと思います。ちょっと雨が降ってるんでこのままいきます。こちらですね、なんとちょっと見にくいか、なんとですねこちら、ちょっと見にくい、ちょっと雨でね早く拭いて洗わないといけないんですけども、じゃがいものアンデスレッドですね。こちら12月に植えて、今2月ですね。もう上の葉っぱが枯れてしまっているので大きくならないんですけども、一応ね春じゃがとして出荷しようと思います。そしてこちらブロッコリーの茎ブロッコリーと、茎から脇芽が出るブロッコリーですね、脇ブロッコリーと、あとちっちゃいですけどキャベツになります。さらにちょっとこの泥がついてるんですけども、これはね拭き取ってきれいに洗います。でちょっと病気が出てしまってる部分ももしかしたらあるかもしれないんですけども、今回は品種が多いので、もうこちらですねちょっと申し訳ないんですけど、一部、傷んでる葉っぱがあるかもしれないです。はい、そしてこちら僕の、神田野菜の、主力の一つホムデンになります。20日ネギですね、タイ産のホムデン、あの玉毛ネギの形のやつはホムタイっていうんですけども、こちらはね20日ネギのこのこういう形の球根と葉っぱですね。こちらがホムデンっていう品種になります。でちょっとどっか行ったかわからないんですけど、あ、こっちか、こう上の方にですね後で見せますが、ホムデンの友達のね、わかめですね。そちらはちなんかな、チヂミ、チヂミにねするとシャキシャキしてすごく美味しいので、お母さんがね作ってかなりおすすめということで、食べたらねほんと美味しくて、今まで食べたことない、食感のね、野菜が取れました、野菜でしたので、これもね食べてもらいたいので、まあ、あくまでもホムデンの根っこと、こちらが球根と、こっちが葉っぱと、あと友達の芽ですね、そちらを、入れようと思います。で次がですねこちらビーツになります。これちょうど適期ですね、先月、去年の9月に植えたんですけども、なかなか大きくならずにね、今ずっと引っ張ってきて2月、これでちょうど収穫適期になりました。であと次がですね大根になります。これは直売所出荷用も今取ってるんですけども、こちらが総太り、ちょっと早い木ですけどまだちっちゃいんですけども、大病総太りと、あとおでん大根が何本かと、あ、なんかね、どっちが野菜セットかね、総太りが野菜セット、でおでん大根が出荷所、直売所出荷用で、収穫しております。はい、じゃあ次ですね、あと残り2ケース取ります。はい、じゃあこちらですね、こちらが、もう最後の最後ですね、サラダ大根のベニサンタになります。もう葉っぱはね枯れてしまってるので上だけです、あ、下の部分だけですね。あと株、小株、中株で、こちら2号地の部分収穫なんですけど、3号地もね、ありますので、それも今から取りきます。で、あとこちらですね、こちらが、ハニンニクになります。
こちらね、脇芽が出ていたのを抜いたんですけど、もうどうせだったらね、葉ニンニクは 1,2,3 がちょうど収穫適期なので、来月末にね、飲食店のおじさんが飲食店を経営しているおじさんがね、葉ニンニクと、まあ、5月6月はニンニクを取りに来てくれるんですけど、そちらをですね出荷するんですけど、早めにね、野菜セット限定で葉ニンニクも出していきたいと思いましたので、何本かね取ってきました。あとこちら先ほど言ったホムデンの、トウダチの芽ですね。こちらすごく美味しい食感なので、こちらぜひおすすめです。ちょっと野菜セットは入らない、姉ちゃんとかね、野菜セット、妹と送ってるんですけども、そちら用はねもしかしたら入らないかもしれないんですが、野菜セット購入してくれてる方と、あとねお試し用でね頼んでくれた方今回いるんですけど、その方もしかしたら入らないかもしれないです。はい、じゃあ今日は雨の中野菜セット収穫しましたが、ちょっとびちょびちょになりまして1日早い収穫になったのですが、今日夕方と朝かけて野菜をね包んで、出荷調整して送ろうと思います。明日ですね、明日の朝一送ろうと思います。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。私は YouTube だけで独学有機栽培を勉強しました。研修にも行ってませんので、ちょっとね至らない点があると思いますが、サラリーマン研修にもし行けない方ですね、行きたいけどどうしても行けない方はですね、私のように、いろいろね見て学んで失敗をしながらいろいろね参考にしていただけたらなと思って動画を配信しております。はい、ご視聴ありがとうございました。ちょっと雨降ってますので早く避難して、3号地の方にね行こうと思います。はい、それではありがとうございました。最後ね3号地の様子も載せたいと思います。バイビー。